はい、こんにちは。前チャンネル前原です。今日はこちらだ。仮面ライダーエグゼイドのガンバライジングカードを60枚排出してきた。もちろん一気にではなく、数日に分けて排出した。では、このカードを見ていくとしよう。はい、それでは。排出した60枚のカードを見ていきたいなと思います。はい、仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル1が一番最初でした。そしてバーストさせるとサファリクエストゲーマーレベル4になりますね。はい、次が仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2だね。バーストさせるとマキシマムゲーマーレベル99。お、仮面ライダードライブタイプトライドロンですね。バーストさせるとタイプトライドロンのコージーゲンバー。続いて仮面ライダーパラドックスのパズルゲーマーレベル50。バーストさせるとファイターゲーマーレベル50。そして次が仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル2だね。プロトって書いてある。プロト、これスーパーレアですね。バーストさせると仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル2になります。続いて仮面ライダーブレイブビートクエストゲーマーレベル3。バーストさせるとハンタークエストゲーマーレベル5になりますね。続いて仮面ライダーフォーゼコズミックステイツ。バーストさせるとライダー超銀河フィニッシュか。次に仮面ライダースナイプコンバットシューティングゲーマーレベル3。バーストさせるとハンターシューティングゲーマーレベル5。続いてスナイプのシューティングゲーマーレベル1。バーストさせるとゼビウスシューティングゲーマー。ゼビウスここで来るか。お、次が仮面ライダーブラックだね。これはスーパーレアです。結構光ってるね。バーストさせるとライダーパンチ&ライダーキック。仮面ライダーカブトハイパーフォーム。バーストさせるとマキシマムハイパーサイクロン。仮面ライダースナイプのハンターシューティングゲーマーレベル5で、バーストさせるとシミュレーションゲーマーレベル50。仮面ライダーオーズプトティラコンボ。バーストさせるとストレインドゥーム。仮面ライダーアマゾンアルファ、これもレアですね。バーストさせるとバイオレントスラッシュ。続いて仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル1。バーストさせるとスポーツアクションゲーマーレベル3。続いて仮面ライダーレーザーチャンバラバイクゲーマーレベル3。バーストさせるとハンターバイクゲーマーレベル5。はい、仮面ライダーアマゾンアルファ、これかぶったね。そしておお、仮面ライダーエグゼイト無敵ゲーマーは残念ながらこれはノーマルですね。そしてバーストさせるとハイパー無敵フィニッシュ。そして仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル1、これも出たね。仮面ライダーエグゼイトアクションゲーマーレベル2、これも出たね。仮面ライダーアギトシャイニングフォーム。バーストさせるとシャイニングライダーキック。仮面ライダー龍騎サバイブ。バーストさせるとドラゴンファイアーストーム。仮面ライダーオーズプトティラコンボは出たね。仮面ライダーブレイブハンタークエストゲーマーレベル5。バーストさせるとブレイブのファンタジーゲーマーレベル50。ダブルのサイクロンジョーカーエクストリーム。バーストさせるとゴールデンエクストリーム。仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル1で、バーストさせるとバーガーアクションゲーマーレベル4。おお、仮面ライダー龍騎サバイブかぶったね。仮面ライダーフォーゼコズミックステイツかぶったね。仮面ライダーアギトシャイニングフォーム、これも出たね。おお、またサバイブ。あー、サイクロンジョーカーエクストリーム、これちょっと。あ、そして仮面ライダーポッピーときめきクラシスゲーマーレベル X で、これはスーパーレアですね。バーストさせるとときめきピポパポビーム。続いてパラドックスのレベル50、これも出たね。仮面ライダーブレイブのハンタークエストゲーマーレベル5、これも出たね。仮面ライダーオーズプトティラコンボ、これよく出るね。あ、ダブルサイクロンジョーカー、これも出るね。仮面ライダーエグゼイドロボットアクションゲーマーレベル3。バーストさせるとハンターアクションゲーマーレベル5。エグゼイドのレベル2も出ましたね。そしておお、来た、これこれね、これが出たんですよ。キャンペーンカード、仮面ライダーガームの極みアームズ。ウィザードとフォーゼがいますね。これいいね、いいね。バーストさせるとライジングトリプルコンビネーション。続いてダブルのサイクロンジョーカーエクストリーム。レーザーのチャンバラバイクゲーマーレベル3が出たね。仮面ライダーブレードキングフォーム。バーストさせるとロイヤルストレートフラッシュ。仮面ライダードライブタイプトライドが出たね。エグゼイドレベル1。フォーゼコズミックステイツ。仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル1。
仮面ライダーシンスペクター、これはレアですね。ヤヤキラバーストさせるとデッドリーオメガドライブ。そしてクエストゲーマーレベル1、仮面ライダーゲームゾンビゲーマーレベル X、 これもレアですね。バーストさせるとデンジャラスクロウ。エグゼイトのスポーツアクションゲームはレベル3、バーストさせるとハンターアクションゲームはレベル5。そしてエグゼイトのレベル2で、おー、ブレイブのファミスタクエストゲーマー、すごい、ちゃんとファミリースタジアムって書いてあるね。これバーストさせるとギャラクシアンクエストゲーマーになりますね。そしてドライブのタイプトライドロン、スナイプのハンターシューティングゲームはレベル5、エグゼイドのロボットアクションゲームはレベル3、エグゼイドのレベル1、仮面ライダーレーザーバイクゲームはレベル1。バーストさせると爆走エボリューション。そしてこれまた2枚目だね。スーパーレアの仮面ライダースナイプシューティングゲームはレベル2のプロと、エグゼイドのスポーツアクションゲームはレベル3。そして来た、ようやく来た、ようやく来ました、レジェンドレアのこれスペシャルだね。仮面ライダーブレイブのクエストゲームはレベル2ですね。すごいね、かっちょいい、かっちょいい。バーストさせるとミラクルレベルアップブレイブになりますね。おお、歴代のブレイブ出てますね。これタドルレガシーまで出てるね。そして仮面ライダーブレイブキングフォーム、以上が60枚で、最後にこれお店でもらうやつ、チョコブロックで当たりが出るともらえるやつですね。これもらいました。仮面ライダーエグゼイド無敵ゲーマーですね。はい、でスナイプレベル50とブレイブレベル100、そしてレーザーターボがいますね。バーサーさせると決め技エキサイトフィニッシュになりますね。はい、以上全部カード61枚だったぞ。そんなわけでガンバライジングカードをこれだけ排出してきた。第5弾の時はレジェンドレアが割と出たもので、調子こいて6弾もやってみたが、いまいちであったのは否めない。ちなみに5弾はあと12枚というところでコンプならなかった。まあその12枚に関しては全て絶版だ。ちなみに皆さんに聞きたいことがある。ガンバライジングカードは最初に IC カードスキャン、IC カードかガンバライダーカードを持っているか、IC カードかガンバライダーカードを持っていると君はもっと強くなれるぞみたいなことを言われるが、 IC カードかガンバライダーカードがあると排出結果は異なるのか、ぜひ皆さん教えてくれ。ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価を押してくれ。そして皆にも仮面ライダークロニクルを広めてくれ。ということで今回は最後に決めたいと思う。以上だ。